ドラゴンクエスト7エデンの戦士たち、実況者は DAL でダルと申します。あ、間違った。あれ、いいえ、初見さんはいらっしゃい、ゆっくりしてってください。いつも動画を見てくださってる皆さん、お世話になってます。ヘインズ、諸君らには見張りの任を与える。見張り塔に向かい、兵士と交代、了解。上に行くにはこれ、うん、違う、階段なくね。あれ、これ上行くにはどうすんでしょうね。もう全然見つけられなかったんだけどな。道中敵あった？出会ってなかったよね、確かね。いやーね、カラクリ兵の弱点はもう自分は掴んでるんですけど、ただ一回やばかったのは、あの遠吠えとかグループ攻撃なので、あれ入れるとこかな、ねえか、グループ攻撃なので単体で出てこられるとね、すっごい苦戦するんですよね。でね、カラクリ兵 ×3 単体で出てきちゃって超しんどかったですよ。中ボス戦並みでした、ね、あ、下に降りれんだな。ピクン。お、どうした？バタ。これは行けっていうことだな。同じく。ああ、いつの間にか帰ってきたとか。んな、マジで？ゲフ。やばいね。これはまずいことになってきたんじゃないか？か、ゼポットのとこに行って帰ってきた頃にはこの城にカラクリ兵来てる説あるね。おっと、とにかく、ん？もうあの時って何でしょうね。エリさんと関係がありそうですね。あ、もうできてるんだ。はい、わかりました。いいじゃないか。全く無駄な時間を過ごしたね。お、あ、もう来てんじゃん。ん？変な動き。故障？分解するんですね。弱点を発見するというかアナライズですね。なぜ出た？あれ？はい、コードがつながれている。破壊の言葉だけ。へえ。あ、はい、了解。やばいぞ、戦闘してるぞ、もう多分。
はいはい、カットが入ってすいませんでした。さあ、じゃあちょっとはい、やってきます。続きやってきますよ。状況が読めんのだが、城に戻れっていう指令じゃなかっただな。破壊せよ、破壊せよ。戦ったらね、普通に会話できるのが面白い。バトル。カラクリ兵の弱点はね、ちゃんともうすでに掴んでます。攻撃、火炎斬り、まあ、マリベルでメラしてもいいんですけど、ガボのね、ホエロが有効なんですね。マリベルのラリホールカに、おい、野生で出てきた方のカラクリ兵はね、てかこれも野生なんでしょうけど、ホエロ聞いたんですけどね、おかしいな。もう一回やってみよう。ほらね、そう、一回すくみ上がって二回攻撃の時は一回って耐えられるし、一回の時は攻撃さえしないという状況。カラクリ兵の弱点唯一のね、ラリホーもルカにも効かない。倒したね。まだいいのかな、けど兵士が死んでる。お、偉い、よく頑張った。おお、よく頑張った。この音楽好きだな、やっぱBGM 最高だね。吠えろ。さあどうなるかな。最もベストな状況は、あ、2回攻撃だったか。まあ、キラーピアスじゃどうしようもねえな。まあ普通にガボで攻撃してもいいんですけどね、このターンで倒せると。マリベルのメラがね、8ぐらいしか効かないんでね、もうちょっと12、3ぐらいいけばね、ワンターンで全員で倒せんですけどね。あれなんだこのおっさん何をやってんだ。明らかに戦ってないけどね、まあいいか、ずれてますもんねまあいいか、気にせず行こう。あ、ごめん、ぐるぐる回しすぎたね、失礼失礼。おーい、そうです、城の中、了解。もう外の2体は倒したけども、城の中にまだ敵はいないだろう。外で迎撃した方がいいと思うのだが、城門の方、あ、なるほどね、ここで待ってりゃいいんだな。お、来てますね。ぐわー、まずい、うわー。さあ勝負、2体ですね。あ、オッケー、1体にまとまってるとね、いいことがあって、ホエロがね、グループ攻撃なんでこれが効くんですよね。ただ1体ずつ来ちゃうと片方しか選択できなくなるから辛い、正直言って。2回攻撃でも1回耐えられるんだから大きいよな、正直言って。これ攻撃でもいい気もしないでもないが、まあ無理はせずに。ホエロ大体効きますからね、高確率で効く。ほらね、無効化できる時もあるんで絶対有効ですよね、ホエロ。はい、 OK、 素早さはキファより遅い。鉄の斧か、ラッキーじゃねこれ。装備できるか。3体来たね。あの森の中でね、3体出たことがあったんだけども、あ、これは電気の力を使ったかな、電磁波かな。その前に鉄の斧、23も上がんの、27も上がんの、すごくね。え、俺なんかすげえも拾っちゃった、もしかして。え、これで当分武器買わなくていいんじゃないの。やった。お、戦ってる。妨害4発進中、出力 80%。 なるほどね、
界の言葉をすべて取り除いた。こいつそう超天才なんじゃない、ジャボットさんって。こんな短時間でいじれるもんじゃないでしょう。てか分析能力が恐ろしいのかな。はい、割とていうかめっちゃいい思いしたよね。鉄の斧とか武器屋さんになかったと思うんだけど、あったっけな。しまった、読まなかった。じゃあカットが入って、確かその動画が5分ぐらい。みんな雑魚寝かい。ベッドで寝させてあげよう、かわいそうに。これは王様の間なんじゃないの。まあいいか。ではね、ここで一旦終えましょうか。ご視聴ありがとうございました。次のパートでまたお会いしましょう。